旧東欧義塾外人教師館は、青森県弘前市にある歴史的建造物。1903年、弘前市立東欧義塾に招かれていた、英語教師の宿舎として建設されたもので、1987年の同行移転時に市に寄贈され、保存、一般公開されている。1993年青森県庁法に指定されている。 南側1903年に建設された当館は木造2階建てで延べ床面積が約280平方メートルと宿舎としては比較的大きな建物である。館内は下足で畳敷き部屋も配置されているなど日本の様式も見られるが屋根はトラス構造となっており白色の下見板壁と窓枠付け柱軒や 銅の幕板のオリーブグリーンとのコントラストに、レンガ積みの基礎や煙突などが、西洋感をイメージされ対象となっている。また、窓が多く配置されているのも、特徴的である。なお、設計については、アメリカのメソジスト本部と言われているが、新潟県佐渡出身のクリスチャンでもある、本間俊平という説もあり、また思考についても、 本間春平と言われているものの東稿校舎を二度に渡って設計志向した堀江佐吉という説もある。投稿は1872年に開校しており、当時から外人選教師が英語教師として招かれていたが、特別な宿舎は記録になく外人教師館として建築されたのは1890年で、同時に進められていた消失した校舎の再建とともに、 堀江崎地が設計施行したと言われている。しかし、1899年に火災に愛称出しており、再建された建物が現在まで残されている。その後、キャンパスの移転に伴い1987年に市に寄贈され、また投稿跡地が市政施行100周年記念事業で、お手門広場として、 環境整備されるに及んで、当館は修復した後あたり広場に保存され、また一階には喫茶室が営業されているなど一般公開されている。ありがとうございます。